2018フォーミュラドリフトジャパンラウンド4、ここ滋賀県は奥伊吹モーターパークからお届けいたします。さあ、この週末本来であればちょっと雨の中かな、そんな、予報があったんですが、今日朝からですねということになりました。カーナンバー530のチームマスターカレッジ増山航選手だったんですね。これまで単走は、成績のはずっと残してきたんですが、あとは、よくパドックでも話をするんですが、さあ三好隼人が今ロックオン、まもなく走行を見せますが、ちょっとこうなるとね、お得感ですよね。対戦相手がいないバイラン、その不戦勝で1本走ることによってフィーリングなり、そして状況が分かるわけですからね。先ほどの一柳だったり、それから山本淳二だったり地元勢ですが、いきなりのこの状況の変化によって実力者が駒を進めることができないといったことが起こりましたが、こうやってバイラン自分で一本走ることによって状況を把握することができる三好はお得感いっぱいです。やっぱりね、これも全ては予選の結果ということになる。じゃあ続いてです、カナンバ67の秀島明彦九州から、そして対戦相手はカナンバ21の亀西春人も初対戦となります。この2人、亀西も開幕戦以来ですね、今シーズンの開幕戦以来の亀西。平島はどうでしょうかね。平島は昨年のツインから奥伊吹岡山で出ていますが、この奥伊吹では山田健司ジャマ県に敗れています。オレンジ色のこのカラーリング、九州からエントリーの平島明彦、今ちょっとその後方差がありますが、亀西もうまくコントロールをしながらということになるんでしょうか。でもちょっとこの感覚が空きすぎてしまっているようなねところが気になります。先行平島、ポテンシャルの差もあるとは思いますけれども、さあこうなると平島が亀西の後ろ突っかかっちゃうようなことにもなってくるのかなという。さあどうでしょうか、入れ替わりました。亀西が先行、平島が追走です。ああ回る回る、さあその2号はこれは亀西が1コーナー回ってしまったところ、平島がドリフト状態から行きどころがなくなってしまいました。危うくね、顔写真が左側がために右側に平島、真ん中のレッドライン、ジャッジのこのレッドラインが1、2、3、平島明彦の下にムーブしました。この対戦勝ち上がったのは平島明彦、 Get the win。 これで三好隼人との対戦となります。さあスタートしました。これも橋の不戦勝バイラン、一人での走行になります。しかし橋も見せなければトーナメント表、名前が一つ上がることにはならないということです。雨の中滑ったこのスリーピーな路面をうまくコントロールしながら橋、まもなくそのポジションにロックオンになります。深田 VS 吉野、勝ち上がると先ほどのバイラン4スインから深田はフォーミュラドリフトジャパンではもうレギュラードライバー顔となっています。さあスタートしました。吉野もぐっと近寄ってくる中での1コーナー、そして深田はおーおーっと、吉野マシンが今フラットフロントが動いてます。とどまることができなかった深田はこういったときにはじっくりじわりと当たってるな、おいおい、マシンをコントロールして、ま
まずは先行です。何事もなければさあ入れ替わります。吉野が先行、そして深田が追走です。吉野はこの3人のスカイライン購入してから13年間ずっと乗り続けているという気持ちたっぷり、今回は2回目のこのフォーミュラドイツエントリーです。さあ駆け上がってテーブルまでやってくる吉野も、なんとか落ち着いてコントロールをしながら、深田も様子を見ながらじわりじわりと、なんとかコントロールをしている、そんな感じですかね。そうですね。さあ顔写真、吉野が左側、深田が右側、レッドラインが深田へ、ワン、ツー、スリー、ムーブしたのは深田のその顔写真の下。この対戦勝ち上がったのは、深田、そして橋と対戦します。続いてはバイランになります、不戦勝、箕輪慎治。ポイントランキング昨日の予選の結果、1つ上がって3番手192ポイントとなりました。さあ1コーナーファイルも1つリアウィングで倒していきましたね。上のテーブルに上がって振り返してからアウトゾーン1つ目、そしてウォールのところ、やっぱり箕輪はこの辺り、まあ、バイランですけどもスピード感を見せていきますね。ビッグマネー大金吉高77号車、そしてスープラのシオン・ベンジャミン初対戦です。開幕戦鈴鹿ツイン、いきなりルーキードライバーいい走りを見せてトーナメント駆け上がっていったんですが、ベンジャミンも久々今シーズン顔を出してくれています。さあ振り出してきました、ちょっと行き過ぎだぜサベンジャー。この雨の中今の勢いではって感じですよね。ちょっと攻めましたね。攻めましたね。さあまずはベンジャミン、シアン・ベンジャミンがアドバンテージ、入れ替わります。シアン・ベンジャミンが先行、追走の大金、ちょっともうこうなると分があるの。さあスタートします。シアン・ベンジャミン先行、追走の大金、吉高ビッグマネー先行ではちょっと行き過ぎ、マシンが回ってしまいました。1コーナー、さあ駆け上がってくる黒いスープラ、なんだちょっとこれは大金が行きどころがないというかタイミングが合いませんでしたか。戻った、これマシンが戻る上のテーブル、もう一度気を取り直して ちょっと呼吸が全然合わなかったね。さあ左側にシアン・ベンジャミン、右側に大金、おワンモアタイム、タイム、おーワーオー、2本目もワンモアタイム、あまりにもジャッジさんはワンモアタイム、あまりにもベンジャミンの走りがひどすぎるとそこまではもうえ今のシアン・ベンジャミン、そして大金の対戦の話をちょっと後にして、先に、バイラン不戦勝の山下浩一の走り、単走を見てみましょう。山下浩一選手、チャンプ山下も昨日から話をしていますが、昨年は原因不明のエンジンストール、一昨年はこの石垣の餌食になっていますから、この辺りはまだ無理せずに慎重に行ってほしいところ。やっぱりこの辺りうまくねやりこなしていきます。さあ谷口さん、先ほどの走り、さあということでその結果、まあ、ワンマータイム、はい、両者0点ってことでしたね、さっき、ね、両者0点、はい、そういうことですね、はい。さあもう一度仕切り直し、大金先行、追走のシアン・ベンジャミン。さあ先ほど大金ちょっと行き過ぎたところがあったんで、ここは慎重に1コーナードリフトを仕掛けていくシアン・ベンジャミン。ベンちゃんもここはしっかりとその感覚を詰めてこようと、テーブルに上がってくるインクリップから振り返して、アウトゾーン、うおー接触ギリギリだ。そしてボールの上にウィングが通るような大金の走行から手口のところ、今の大金の先行ではそれほど差が出てこなかった。さあ入れ替わってベンジャミン、
大金はどういう走りを見せるのか。駆け上がってくる、少し雨が上がっているようにも思いますが、いいじゃない、引き続き第1コーナーから駆け上がって今テーブルのイングリップを取っていく。両者がほぼ同時ぶりぐーっと迫ってくる大金。そしてボールのところはどうでしょうか。ちょっとベンジャミンのマシンが戻ったのか、大丈夫か。合わせ込んでくるイングリップ、いいね。という両者いらっしゃいます。左側にシアンベンジャミン、右側に大金、吉手がビッグマネー、レッドラインが大金に、そしてワンモアタイム、もう一本レッドラインは大金の下にムーブしました。この対戦2本レッドラインをもらった大金、吉手がビッグマネー、ゲッツ・ザ・ウィン。おお、大金上がりましたね。あのスピンからよく復活しましたね。復活しましたね。ビッグマネー、大金、大金、対戦相手は箕輪真司ということになります。さあ続いてはこれがトーナメント表最後の対戦となります、原大輔 VS 諸角貴人、初対戦です。勝ち上がると山下浩一。さあスタートしました。まずはパラダイス系原大輔が今先行。先生、追走の諸角はどうでしょうか。このスリッピーな路面、原大輔はこの週末なかなか好調ぶりを見せている。ここでもいい先行の走り、繰り返したスイッチバックからちょっと今諸角がインサイド、マシンが戻った。諸角が内側に入りすぎ、諸角がちょっと何使ってるんですかね。 DG5 ドリフトって言ったら DG5 が有名ですからね、はい。さあ先行のその DG5 諸角、そして追走に回った原大輔。原大輔もここはちょっとこううまく距離感を持ちながら、さあリアバンパーが今すっ飛びました諸角。それを後ろから、まあここはあんまり無理せずつかず離れてた、そんな感じなんでしょうか。原大輔しっかりとドリフト状態を保ちながら、スピードレンジも落ちている中ですが、出口に向かって諸角も懸命にコントロールをしていく。終えて、さあ間もなく左側に諸角、右側に原大輔。レッドラインは1、2、3、3本のレッドラインが原大輔の下にムーブしました。この対戦勝ち上がったのは原大輔、ゲッツザウィン。さあということで全ての対戦がまた不戦勝のねバイランも終わりました。整理をしましょう。まずは予選単走優勝した増山渉、その対戦相手はベスト16では